便中症は、便中感染とも呼ばれ、寄生虫の一種である人便中によって起きる感染症である。少量の便中による感染の場合、通常は症状が見られない。大量の便中による感染の場合は、腹痛、疲労、下痢などの症状が見られる。時によって、下痢から出血が起こることがある。小児が感染した場合、知能発達と、 身体発育が遅れる可能性がある。出血により、積血球値の低下が起こることがある。この疾患は、通常、便中の卵が含まれた食べ物や水を摂取した時に蔓延する。また、中卵によって汚染された野菜を十分に洗わなかったり調理しなかったりした時にも起こる場合がある。中卵は、人間による屋外排泄の場所や、 人間の糞を処理せずに肥料として使用している場所の土壌中に見られる。中卵は感染者が糞便と共に排出する。そのような土で小児が遊んだり、汚染された土を触った手を口に入れたりした時にも容易に感染する。便中は長さが4センチメートルほどで大腸に寄生する。便中症は瓶を顕微鏡で検査し、中卵を見つけることで診断する。 中乱は損型をしている。調理前の手洗い、並びに食べ物の適切な調理によって予防できる。それ以外の方法としては、機能する清潔な便所や浄水の使用を確保するといった衛生設備へのアクセスの改善などがある。世界中の感染が一般的な地域では人口全体が定期的にまとめて治療を受けることがよくある。治療には、 治療薬アルベンダゾール、メベンダゾール、またはイベルメクチンを3日間服用する。治療後も再び感染することがよくある。便中感染は世界の約6から8億人に影響を与えている。熱帯諸国で最も一般的である。発展途上国では、便中症の感染者がハリムシ症と懐中症も罹患していることがよくある。こうした感染は多くの国々の経済に 大いに影響を与えている。この疾患に対してワクチンを開発する作業が進められている。便中症は帰り見られない熱帯病に分類されている。ありがとうございます。